とかつながりの育て方っていうことを伝えたいと思います。でそこで企業の方々にはもう一つ新しいコンセプトを今回お伝えしたいと思っていて、リレーション経営っていうふうに我々は呼んでいます。でリレーション経営というのは3つキーワードがあって、1つが垣根のないメンバーシップ、2つ目が互恵的な価値の交換、3つ目が心躍る目的と言ってるんですけど、これからは